こんにちは、えー、と本日は5月のの日日日曜日の夜ですで今こちらのグーグルの新型コロナウイルス感染症のデータをちょっと見ているんですけどかなりまあピークも過ぎましてだんだん感染者もえと少なくなってきているのかなというのとあとはえと緊急事態宣言が 解除されててているところも出てきてますしまだここのお店がある東京は、えーまあ、今月末ぐらいまでは緊急事態宣言で来月からやっと解除されつつあるのかなというのはちょっと、あのー、このまま行けばですねされると思ってます。でうちのサロンも えと4月の30日から5月の6日までですね自主的に休業させていただいてまあ今までそんなに長く休んだことなかったんですけど家の片付けなどをしてかなり整理もできてよかったかなと思いますで、えー、と今日はですねこちらの東京商工リサーチの方をちょっと,、えー、と見てて。 やはりこのコロナの影響で破産倒産っていう企業様が結構増えているのかなっていうのを感じたのでそちらをちょっと紹介させていただければなと思いましたでちょっとこちらの2020年から3月ぐらいからのデータを見てますとやはりホテルや旅館の倒産が結構多かったのと。 あとはタクシー会社さんやあと4月に入ってからは、えー、とパチンコ店さんなんかの倒産などもありましたで代表的なところをちょっとピックアップして紹介させていただきたいなと思いますで3月は、えー、とステーキハンバーガーサラダバー兼の店舗運営や FC 店の管理などを手掛けていた株式会社 MFS、えー、社長は井戸実社長で,で大手飲食店などが相次いでステーキ店を出店するなど競争が激化っていうことでまあそんなコロナの影響っていうことではなく、えー、とな経営不振でちょっと厳しかったのかなっていうので3月にえっ、ー、とですね今回のその。 業績が回復しなかったことにより。まあ。破産っていう感じですね。で、四月は、えっ、ー、と、出版社などの。倒産なども。結構あって。で、特に戦後間もない千九百四十八年に創刊した。老舗経済史の。商業界をはじめ。えっ、ー、と、販売革新や。えっ、ー、と、食品商業などの。月刊誌を刊行していた。 株式会社商業界の倒産などがありましたあとはですねえー、っと自分のその業種なんですけどヘアケア用品の卸売とかやっていたさくら産業株式会社さんがえー、っと業務停止ということで、えー、っとこちらの東京商工リサーチの方に出てました。 えっと、この桜産業さんは美容室向けにシャンプーやカラー剤あとトリートメントなどを販売していましたで国内外の人気メーカー品を取り揃え業界内で一定の認知度を得ていた会社さんですで名古屋や静岡など首都圏外にも支店を設け事業を展開してで2007年3月期に売上高約54億円を上げていたんですけど まあその後、まあ、同業他社との競合などによって売上が減少で2016年3月期の売上高は約38億3000万円まで落ち込み約18億円の債務超過に陥っていったっていうことですねで関連会社を生産するなどリストラを進めましたけど進めたようですけど支えきれず債務者に破産を申し立てられて 2020年4月に入り、事業を停止していいたということですで。あと4月22日はキャス・キッドソン・ジャパン株式会社破産っていうことがこちらのデータに出たんですけどイギリスの服飾雑貨ブランドキャス・キッドソンの日本での店舗運営とかあとは企画販売を展開していた。 会社さんですね、えー、と一時期かなり、えー、と日本でもブームとなったんですけど、まあ、お花とかバラあとのいちごなどもモチーフを特徴としてバッグやポーチあと布製品などの雑貨等で幅広い年代の女性の支持を受けてで日本国内でも大きなブームとなってましたね。でここのキャャスキッドソンジャパンジパは えっと、新型コロナウイルスのやっぱ影響もあったみたいで日本国内でも商業施設の営業自粛などで来店客数が減少して経営が急速に悪化で先行きの見通しが立たず今回の措置になったっていう感じらしいですねであとはもう直近ですと5月の15日おとといですね、えっと、アパレル名門のレナウンが民事再生開始決定っていうことで。 えと新型コロナウイルス関連で初の上場企業の倒産ということでニュースに、まあ、かなり大きなニュースで取り上げられてましたやはりあの結構その政府の方でその緊急事態宣言が発令されてやはり営業できないと。 まあえー、と固定費の家賃とか人件費などもあったりしてで売り上げが立たないということでかなりやっぱりあの飲食店さんなんかの,あの倒産のデータなども東京商工リサーチの方では結構あったんですけどやはりこの経済が回らないことでいろんなやっぱり個人店さんもそうですけど。 まあ大きな企業さんもまあ倒産を余儀なくされているのかなっていうのを感じたので早くやっぱりあの感染者をなるべくもちろん増やさずにその重症もしくは死者を増やさないようにしながら医療崩壊をしないようにバランスを取りながらやっぱり経済も回していかないと今度はやっぱり、あ。のー 財がね、回らないことによっての,あの自殺者も増えてきたりもすると思うのでやはりその辺のバランスを取りながらまあ元のその状態というか経済をまあ復活できるようにできたらいいかなと思ってます。やっぱり年配の方などは特にですね、えーと 外に出るのが怖かったり、やはり移動するのにバスや電車に乗って、まあ、いろんな買い物だとかその店舗に行くのっていうのが怖くてなかなか出れないっていうのも、えっと、うちのお客さんとかも聞いてますしまあ予防はねするとはしてる方はほとんどだとは思うんですけど。安心して まあ過ごせるように早くこの新型コロナウイルスが収束しているのを願っております。ということで今回はですね、えー、と東京商工リサーチのそのデータを見ながらそのどんな業種が倒産に追いやられているのかなっていうのをちょっと、まあ、あの代表的なところをピックアップしてご紹介させていただきました。 まあこれからもちょっとまだもう少しですねコロナウイルス感染予防をしっかりとしながら気を引き締めて生活していけたらいいかなと思います。それでは今回もごご視聴ありがとうございました。